3、はい、ショーコサロンからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはヘアメイクアップアーティストの鈴木翔子さんです。鈴木翔子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、鈴木さんがいつも、まあ、お仕事もされているサロンにお邪魔をいたしました。綺麗ですよね。ありがとうございます。なんかインテリアのお仕事とかはされてないんですか？全然してないんですよ。ちょっとなんかそういうの興味はあるんですけど。モデルルームみたいですいつでもここで撮影ができそうな子ね。撮影できそうですよ ね、今日はね、本当に明かりも綺麗にやらせていただきたいと思いますが、メイクのお話もいろいろ出てくるかと思います。ヘアメイクアップアーティストってね、どんなお気持ちで、どんな思いでお仕事をされているのかと、そのあたりを中心に伺っていきたいと思います。では3つのキーワードこちらになります。じゃん。朝から晩まで考えていても楽しいと思える仕事をしよう。人をきれいにすることと広告で求められること、過酷な現場も楽しんで。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、はじめにですね、私これ面白いなと思ったんですけど、なんか、鈴木さんの、原点を見たような気がいたしまして、はい、やっぱりこの仕事、そりゃそうですね、美意識の高い方じゃなきゃできないなと思うんですけれども、うん、学生時代はなんかそういうこう美術系に行きたかったんですってね。そうなんです。デザインを勉強してて、うん、デザイナーに。お洋服のデザイナーな、空間演出をやりたかったの。やっぱりインテリアとか好きなんですね、私。なんかそういうのをやりたかったんですけれども、まあ、ずっと絵を習ってて、絵を習ってて、美大受験の予備校に通ってたんですけれども、はい、で、まあ、ちょっと諸事情で受験すらも道外の学校はできなくなったんで、うんうん、これお母さんがダメって言ったそうですよ。はい、余計な心配をしたうちの母親が、お家から通えるところに施設を代と泣かれましたよ、うん、ね、いざそういうところに自分の夢をこう見ていたのに、はい、親がやっぱり家から通えるところにしてって急に言われ、うん、はい、はい、で、まあ、札幌の短大の美術科、うん、に行ったんですが、はい、そこでもうすっかりデザイナーになろうという夢をあっさり諦めたんですよ。うんうん、もう無理だ札幌で、はい、みたいな、うん、なんか有名な、なんか東京の美大とか行かないとなれないんだと勝手に言うなんか思っちゃったんですよね、うん、当時はそうに思ってね、はい、うん、で、まあ、華やかに生きていこうと思いまして、うん、はい、OL になりました。はい、もう短大を出てもう OL になってもブイブイ言わせちゃうわ、もうこうなったらと。はい、要はバブルの頃言って、まあバブルじゃないですね、姉がバブルの最後の方かな、うん、あ、そうか、なので、なんか OL になったら、うん、ああいうこうみんなにチヤホヤされて、うん、華やかに海外旅行とか行って遊べるんだとかって思って、うん、そう、うちのお姉ちゃんにみたいに、なんならお姉ちゃんに負けないぐらい、はい、華やかな OL になってやろうみたいな、はい、それを目標に入ったんですが、うん、はい、意外にもその会社が忙しかったんですよね、うん、それで、まあ、一応一生懸命にはやったんですが、うんうん、何のためにこの仕事をこんなに一生懸命やってるんだろうって、もうなんか疲れちゃって、はい、まあ、疲れちゃってっていう二十歳なんですが、いや、まあ、そうですね、いや、それがねすごく自分のやりたかったことだったら頑張りも効いたと思うんですけど、そうなんです、ね、ちょっと違いましたもんね、そこに入った入社した動機といいますか、はい、で、まあ、そこに疑問を感じて会社をまず辞めることを決めてしまって、うん、辞めることを決めて、はい、はい、で、その後に結構うちの両親が厳しかったので、うん、次に何をやるかっていうのを明確にしないと、うん、まあ、とても許していただけなくて、あなたのビジョンはと、はい、ね、それがちゃんとはっきり言えるようになったからじゃないと辞めちゃダメよ、はい、プレゼンをして、まあ、すごいね、はい、で、それで、まあ、うん、まあ、そのプレゼンのために、うん、じゃあ朝から晩まで考えていても、はい、うん、本当になんか一生懸命、うん、なんか生きがいとしてやっていけるような仕事に選ばなければと思った時に、はい、本当何が好きなんだろうと思った時に、メイクがまず出てきたんですよね、うんうん、で、
それで、当時流行ってた、メイクの学校に、行きまして、はい、札幌校っていうのがあって、行きまして、その、化粧品ブランドの、某有名化粧品、人気化粧品ブランドの、のスクールに行って、はい、で、そこの会社に入ろうと思ってたんですが、そこがまたなんか卒業してから、すごい厳しいこう髪型も決まってる、着ていい服の色も決まってる、靴さえ決まってたし、あ、そうだったかも、あそこのカウンターカウンターにいらしたお姉さん、そうかも、あそこのブランドは本当そういうなんか髪を縛るゴムの色まで決まっていて、決まりいっぱいあったんですね。はい、なんか自由を求めて会社を辞めたのに、これじゃあ嫌だなと思って、その授業の中で撮影の仕事がすごい楽しかったんですよ、ね。でその仕事、撮影の仕事をやりたいと思って、それからあの独自っていうか学校は全然斡旋してくれないんで、自分でこう探し出すんですよ、札幌で。どうしたの、何やったんですか。まずですね、あの私の髪を切ってくれてた美容師さんが、時々ファッションショーとかやってる人だったんですよ、で、札幌の撮影関係の会ったことのあるカメラマンだったりとか、聞いたことある事務所の名前、それモデル事務所だったりとかしたんですけど、それを、10個ぐらい教えてくれたんですよね。で、自分は別にいつも仕事してるわけじゃないから、僕の名前は出さないでよって言われて、で、電話番号も自分で、調べて、それで自分でかけてって言われて、まあそう全部調べて、なんてかけて、私鈴木翔子と申します、ヘアメイクしたいんですけど仕事くださいみたいな感じ。いや、なんかその、私にとってはそのモデル事務所とかカメラマンの方とかいろいろあったんですけど、そこでヘアメイクを募集しているのかなと思っていたんですよ、全然知らないんで。でとりあえず私はこういう学校でこういうのを学んできたものなんですが、ヘアメイクとして働かせていただけませんでしょうかっていうふうに全部書けるんですけども、当然断られるんですよ。カメラマンの事務所にヘアメイクが所属してるって札幌に多分ないので、とかモデル事務所も別にヘアメイクさんがいる事務所多分ないと思うんですよね。で、いや、うちそういうのやってないんでみたいな感じで、結構もう忙しいのに、切りますよみたいな感じで、折れる折れる無残にも切られたりとか、あとなんかエキストラの仕事の事務所に電話した時には、じゃあうちの所属になったら、エキストラとして所属したら、撮影現場でヘアメイクさんと会えるから、そういうステップを踏んでうちにまず入りなさいよって言われたりとかしてるんですけど、でも違いますよね、思ってたのと全然違う。で一応そことか、履歴書書いて、まあそれも一つだなとかって思ってたんですけど、でも最後の最後に、電話をかけたところのカメラマンの方だったんですけど、友達のヘアメイクが今アシスタントがいないので、紹介してあげようかって言われて、その次の日にお会いすることができました、私の師匠と。あ、それが師匠なんですか。それで、もう最後の最後ですよね、本当に。藁をもつかむ思いで電話して、それでつかみました、相性が良かったんですね。相性、ですよね。そうですか。じゃあ、ヘアメイクの学校は出たけれども、お化粧の勉強はしたけれども、ヘアメイクといったらその師匠に教えてもらったような感じですか。そうですね、撮影現場でのヘアメイクっていうのはまたちょっと独特でして、それを教えていただいたのと、あともう現場に出ないと、どうしようもないんですよ。いくらレッスンだけをやってても、現場に出たことない人が突然フリーになってやっていけるわけもないので、まずは師匠のカバンを持って、現場で誰々さんのアシスタントなんだなっていうのを覚えてもらい、手直しするときに師匠の指示でこう直しに私が入り、現場でのこう立ち振る舞い方だったりとか直し方だったりとかっていうのをもうみっちり学んで、ちゃんと苦労してるじゃないですか。してますけど、さ
粧の勉強もしっかりしたんだけど、どこが違ったのかっていうところで2つ目のキーワードでね、はい、伺っていきたいと思います。2つ目こちらです。じゃん、